とうございます。あ、見てた。あ、よかったですね。はい、じゃあ、インハンスメントエラーケーステスト、インオートメイテストと題しまして、富士通コンピュータテクノロジーズ6モードを発表させていただきます。まず、僕は、リラックスエンジニアという、OSS をカスタマイズして製品搭載したりするようなソフトの開発を行っています。で、主には社債機の開発に関わってて、中でも UV だったり翼だったりというところを普段開発で使っています。で、最近自動テストをそこの開発フェーズの中で使っていこうというところで、開発にどう使っていこうとか、こう使っていこうかとかいう部分の検討だったりのを始めています。で、今回、なぜ、自動テストのところをやっていこうかっていうところで、まずはモチベーションとしましては、カーネルドライバーの、自動テストを行っていきたいという思いが一つで、もう一つは、複数のパターンのカーネルイメージを使ったテストを行いたいというものがありました。で、中でも、カーネルのドライバーとかだとテストを行おうとするとユーザーランドから SysFS だったり IO コントロールだったりを叩いて実行する必要があるんですけど、でそれをやるために、まずフレームワークとしてフエゴを使おうっていうところを取り組んでます。で、自動テストを行う目的としては、人がやってたテストのところをいかに自動化するかによって、工数の削減だったりというところをつなげていきます。で、複数のカーネルイメージを使ってテストをするっていう目的については、なんだろうな、実機の仕向けだったり、機能の比較だったりというところで、一つのカーネルイメージだけでのテストではなく、複数それぞれパターンを作ってテストできれば、より自動テストの中で見れる項目が増えていくと考えて、そういうところに取り組んでいます。で、そのカーネルの切り替えっていうところで、ブートローダーとかの絡みがあって、ラバーを使ってそのカーネル起動だったりところの制御を行っていきますということで、今回の取り組みとしましては、テストフロー全体のコントロールはフエゴで実施して、カーネルをスイッチするところの制御はラバにさせるっていう風な仕組みを考えています。で、なぜそういう風なユースケースを考えているかという概略がここにあります。例えばカーネルとかの機能で、ハードウェアのフェイラーが起こった時に、期待する処理とかがあると思うんですけど、そういうところのハードウェアのフェイラーっていうのは思った通りに動かせないので、起こせないので、カーネルの方のソースをちょっといじったりして、疑似的なエラーっていうのを仕込んで、期待通りの動作を行えるかどうかっていうところの確認だったりテストっていうのをしていこうと考えています。で、そのためにカーネル、通常のカーネルだったり異常動作を組み込んだカーネルだったりっていうのを切り替えながらテストしていくことで、自動テスト自体を強化していこうと考えています。で、使っているツールの概要ですね。フエゴ自体は皆さんご存知だと思うんですけど、テスト LDSI プロジェクトの中の、フレームワークになっています。で、ラマの方はフエゴよりももうちょっと下回りの方を強化したもので、ブートテスティングだったりブートローダーのテストっていうところにより、特化した機能を持っている認識です。で、これが実際にテストした環境の概略になります。フエゴ、ターゲットボードの方にはサルバトーレ X、アルガジェン3のボードを使っています。で、ローカルネットワークでフエゴとターゲットボードの方を接続していて、で、それ以外のところでフエゴサーバーとラバサーバー自体は外のネットワークでつないでて、で、ラバとターゲットボード自体はシリアル、今回は有線でつないで確認してました。
あとは実機のパワーオンとパワーオフの制御のためにちょっと外部装置を使っています。でこれが実際にテストをやる際の、まあ、すごいシンプルなテストのフローになります。でまずフエゴサーバーの方から、ダバサーバーに対してボードのセットアップの指示を出します。でここでラバがターゲットボードを接続して、起動パラメータの方をラバがフエゴラバがターゲットを接続して実機の電源のオンを行って接続して、どのカーネルで立ち上げるかっていうパラメータを渡して立ち上がったことを確認して、フエゴの方に処理を戻しています。これがブートアップのフェーズになります。でその後フエゴからランテストを実際に実行します。ここはそのままフエゴのフレームワークの動作そのままですっていうのを繰り返していくことで、1のブートアップフェーズのところで、カーネルの切り替えをどんどんやっていってさまざまなテストカーネルを使ったテストを実施していきます。で、それぞれどういう設定をしたかっていうのをすごく簡単に説明していきたいと思います。でまずフエゴはテストを実施するボード用にターゲットファイル、ボードファイルっていうのを追加します。でこれは多分どのボードでも共通なところになります。でラバーを実際に呼び出すために、セットアップリンク、ターゲットセットアップリンクとターゲットティアダウンっていうのを設定するようになっています。例えばちょっとファイル、実際に使ったファイルを例に持ってきてるんですけど、これサルバトーレ用のボードファイル で、ターゲットセットアップリンクとでティアダウンリンクに、この、スクリプトファイルですかね。これ自体はフエゴのもの中にそのまま入っているもので、ここの環境変数が設定されているときにこのファイルを実行するっていう風なのがフエゴの中にすでに用意されています。でこれを設定しておくことで、セットアップの処理とティアダウンの処理でそれぞれラバの処理を呼ぶことができるようになります。でラバと通信するためにラバサーバーの方で生成しているトークンの認証ファイルっていうのをフエゴの方に設定しておかない、置く必要があります。で、実際にラバに渡すカーネルを起動するパラメータであったりっていうものをフエゴから渡します。で、これも実際のファイルを持ってきたので、ちょっと見ていただくとイメージが湧くかなと思っています。こんな感じに起動パラメータはそのまま渡してて、どのルート MS 使うかだったり、どのイメージ DTP 使うかっていうのを渡してます。でこちらがフエゴ側の設定になります。で、ラバ側にもちょっと設定が必要で、まずはフエゴサーバーに設定する、認証ファイルの方を生成してます。で、どうやってターゲットと接続するかだったり、ブートする際にそれぞれそこにブートローラープロンプトとかインタラプトプロンプトとかっていうの書いてあるんですけど、どこで止めるかであったりっていうのを設定する必要があります。これも例えばこのブートローラープロンプトだと、この矢印が出てきたことを確認して、ラバーとしてはブートローラーが立ち上がってきたってことを認識してます。でそれぞれインタラプトプロンプトっていうのはここで止めて、でインタラクトキャラで、何か入力することでブートローダーの、自動起動を止めるっていう風な感じの処理を行うことができます。でコネクションコマンドだったりハードリセットコマンドだったりっていうところで、接続方法だったりハードリセットする方法だったりっていうのをスクリプトを呼んだり、コマンドを実行したりっていう処理を、外から環境変数みたいな形で出すことができるようになっています。実際にそうやってテストを実施してみてちょっと気になったところっていうのがあったので、ここで簡単に紹介したいと思います。まずフエゴからラバに指示を出してボードを立ち上げるんですけど、
フリコ側としては GABA の処理がうまくいったかどうかっていう確認方法としては、SSH とかで接続できることをもって確認してます。ただ、これがフリコ、LABA の方でどこまで動作がちゃんと期待通りいってるかどうかっていうふうなチェックはできてないので、単純に接続できるかどうかのみでチェックしているっていうところがありました。でもう一つティアダウンの方も、まあ、似たような感じでティアダウンの処理がどうなったかっていうのをチェック入ってなくて、あとはティアダウンで実際に実行された後に出るラボ側のログ出力だったりっていうところを、フェイボ側の方から確認は できないっていうところをことがありました、はい、ね、こちらが、まあ、もう今ちょっと直したらもう少し使いやすくなるんじゃないかなと思っているところの課題になります。で、これは実際に実行してみたらこういうふうにテストログが取れて実行結果の方も表示されましたっていう感じのですね。まとめです。今回、取り組んだフエゴとラボを連携してカーネルイメージを切り替えながら、自動テストを行うというところは、今回紹介させていただいた内容で実現することができました。でプログラムに関しましては先ほど言ったものがあって、基本的にはラバの実行状態だったり結果だったりっていうのをフエゴの方からうまく参照するし。できていないというところがあるので、ちょっとこちらを改善していきたいとは思っています。で今後につきましては、こうやって使った自動テストをもっと拡張していきたいと思っています。例えば、今回カーネルイメージのみに注力してたんですけど、ユーザーランドを差し替えることで差し替えたりとかってテストの方の拡張を考えています。また、パフォーマンステストだったりっていうのが、まあ、クエゴのフレームワークの中にも入っているし、オープンでもいくつかあると思うんですけど、そういうのを実行していくことで、カーネルイメージそれぞれの性能にどこに違いがあるのかっていうところの比較も日常的にやっていけるような仕組みを作るっていうのも考えています。あとは、カーネル CI とか他にもテストフレームワークとかあるんですけど、そちらの方をまあ組み込むことでより自動テストを強化していきたいと思っています、はい、今日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。質問とか、コメントとかこんなことも知ってるぞとか、ちょっとタイムテーブルからそういう話は聞いてたんですけど、まあ、夕方から来ますんで、またいろいろ話をしてください。そうですね、ちょっとこの件とはまた別でティムに相談したいこともあって、そうですね、拡張していく上でなんかここが気になってるけどフェイコとしてはどういじっていくべきかとかいうところが気になってるところはあるんで、会話させてもらいたいと思ってます。じゃあぜひ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。